口コミ大学、このコーナーはママたちの口コミ情報やお役立ち情報をお届けするコーナーです。今日はもう皆さんに私がおすすめしたい美味しい白だしのお話です。七福醸造の白だしを扱っている味と心の白だし名人、葉山道夫さんです。こんにちは。こんにちは、いつもありがとうございます。白だしは皆さんご存知ですか？名前はいただきました、はい、いただきました、すでに。そう、美味しいもの進めました。ラフで美味しいですよ、はい、いつも私は皆さんにお勧めするのは、安心な素材しか使ってなくて、で楽で、はい、しかも美味しくなると、はい、で自分がパパッと作ったものがすごいでしょって出せるっていう、ね、当たりです。そういうことなんですよ。今目の前にね、本枯れ節がありますけど、こういった材料を使って作っている白だし、有機栽培の白醤油とだしを合わせたものです。調味料って言えばいいんですか？そうですね、調味料ですね。もう味のついたお醤油、だしの入ったお醤油なので、もうこれだけでどんなことでも、私も和洋中何にでも使うんですけど、私が一人で喋ってますね。いや、ね、どんなことでも割と、そうだ、煮物とかもちろん、おでんやお鍋はもちろんですけど、お味噌汁も唐揚げも焼きそばも野菜炒めも全部私はこれで作ってるんです。で今日はスタジオなので簡単に作れるものをということで今用意していただいたんですが、早速作っていただいて、 いただきながらまたいろんなお話を、はい、お願いします、はい、今日はね、夏に冷やしうどんっていうのか、ぶっかけうどん、はい、この、七福の白だしを10倍に薄めるだけ、はい、それをかけるだけで美味しいんですよ。へえー、もう本当におうどんちゃただ湯がいて、で、うん、その中に お水と白だし入れてちょうど10倍ぐらいで、はい、で OK なんです、うん、ちょっとすごいね、不公平のないように、はい、今麺をおうどんを、ね、入れております。面白いね、逃げてちゃう。何でもそうなんですけど、ちゃちゃっとするのが好きなもんですから、まあ、白だしがあれば、今平野さんがおっしゃったチャーハンでも、うん、本当に何もかも全部一緒豚に炒めて、でそれで卵もみんな一緒なんですよ。であとね、白だしを1人前で大さじ1杯パッて入れるだけで、うん、で茶蒸しチャーハンができて、うん、もう炊き込みご飯も一応炊き込みご飯もですね、いいですよね、うん、簡単に色が薄いから素材の色もいけますもんね、人参とかね、綺麗な赤とか、それ大きいですよね、やっぱりね、大きいです。そう、もう本当にね、薄めるだけ、こうしてね、ちょっと多いかな、お水が。私も今あまり測らなくて、もう目分量でやりますけど、目分量がね、大体慣れてくればね、それができると思うんですよ。本当に色が綺麗だから、例えばだし巻き卵とか、色も綺麗で、今まで私本当に味にばらつきがあったんですよ、はい、でもこれを使うようになってから必ず美味しくできる。そう、あとお吸い物もね、お吸い物って時間かけてだし取って作らないと上手に味がばらつきがあると思ってたんですけど、今は時間のない日こそお吸い物でこの白だしを使って、でも卵溶いてとか、わかめパッと入れるとか、本当に簡単、こうして薄めるだけ、うん、ね、でちょっと濃いなと思えばまたちょっとお水入れればいい。もう私も朝ね、煮物するでもこれを6倍ぐらいに薄めて、何でもいいからトットットットって入れてかけておくと、もう5分ぐらいで煮えちゃいますし、それからあと柏の唐揚げなんかでも、白だしちょっとこうまぶして片栗で揚げるだけ、うん、これでもう OK ですもんでね、うん、であとは何ですか、お吸い物、うん、お吸い物とか、はい、はい、お吸い物とか、さっきから言ってますが、10倍、これは10倍ですね、10倍ですね、白だしを10倍に薄めた、はい、あのちょっと味見てください。いただきます。いただきます。どうですか、ちょっと濃いですかね。いただきます。ちょっと大丈夫？美味しいですよね。これで、ね、これでお家だと、そう、お家だとこれにね、ちょっとネギのこうみじん切りを入れたり、まあごまとかね、生姜とか入れたらもう上等な一品になりますもんね。ね、うん、で、あと焼きそばなんかでも、もう白だしを。花さん、どうぞお座りください。はい。白だしをかけるだけ、一人前にね、炒めてかけるだけ。あ、これよかったね。ネギが。はい。ちょっと嬉しい。っていうか、お出汁美味しいでしょ。どうですか。
色が白いけどすごい味がそうです、ね、しっかりしてますよね。どうぞどうぞ。あの煮込みうどんなんかもいいですよね。煮込みうどんだとそうですね、まあ、8倍ぐらいでいいですよね、うん、まあ、特になほとんどのもの10倍とか、うん、こう簡単な方法でやっていただいて、でもあの鍋物だとかおでんだとかあの、まあ、そういうものはすべて、うん、あの 200cc にあの大さじ1杯白だし、うん、お水 200cc に大さじ1杯ということで、うん、まあ、15倍ぐらいですかね、15倍とか10倍とかお料理の本がありますので、うん、まあ、本当に簡単に、うん、まあ、あのうちでやられるときはもう本当に炒め物でも何でもちゃちゃって炒めて、うん、汁出しをだいたい1人前で大さじ1杯ぐらいパッて入れるだけで、うん、もう本当に絶品なお料理、うん、美味しいですよ ね、 ね、どうですかお姉様、美味しいでしょあのだっておうどんのおつゆなんてめんどくさいですよね、普通作るのって、うん、ね、バランスを考えてね、うん、でもこれがあったら本当にあの、ね、迷うことないですよ ね、 すね、10倍に薄めただけですもんね。そう、で暑い時期もいいですね、これ本当に、ね、暑い時期もね、うんうんうん、でぶっかけうどんって感じなんですけどね、うん、こうお皿に持って、で特にあの七福の白だしはあのカツオ、今おっしゃったように、うん、カツオをこの1年かけて作った本枯れ節です、うん、はいはい、それからあの白醤油自身が、うん、あの有機 の、 あのジャス認定工場なんですけど、うん、小麦が9割大豆が1割の、うん、もう本当によそにない安心のものっていうのか、うん、その中にあのカツオ昆布椎茸、あとお塩もこだわってますので、うん、安心して使っていただける、薄めていただくだけですよね、うん、あの母親として選ぶにはもう本当にぴったりかなと、うんうん、仕事をしている人にもぴったりかなと、うん、楽して美味しく、うん、でそのこだわった材料を使ってこの白だしができてるんですけど、工場も見学することができるんですね。そうなんです。でね、この番組ではキラママカフェ の、 あのママたちと一緒にあの工場見学に行ったりもするんですけれども、私この間あの個人的にもお邪魔していらしてくださって、はい、あの碧南にね、碧南本社工場ありがとうの里っていうのがあって、大きくありがとうって書いてあるタンクの中でね、そう、白醤油がじっくりじっくり寝てるんですよ、うん、ね、普通はもう本当に2ヶ月ぐらい白い醤油だから色が落ちちゃうからなんですけど、うちは本当にじっくりじっくりと1年ぐらいかけて、うん、あの寝かしてあるんです、うん、であのクーラーのかかったところで、うん、あのゆっくり寝てるんです、うん、で美味しくなってくるんですけど ね、 ね、白醤油にだしを加えてこの白だしになる過程が、あの醤油の段階からで、あと だしに使ってるその今はねここに持ってきていただきましたが、あの鰹節だったりとかそういう塩とかそういう材料も見せていただいて、でどういう形でできているのかを見ていただいて、最後にじゃあそれはどういう味がするのかっていうちょっと試食をね、そうそうそう、させていただけるという見学コース、これはあの一般の方でも行けるんですか？え、いや大丈夫です、本当にお電話1分いただければ、うん、でも社員はみんな、うん、誰でももういらしてくださると、うん、あのみんなあの誰があの案内するっていうんじゃなくって、私もって言って、うん、みんな案内したがって、結局嬉しいんですよ、これもお見せしたい、うん、これもお見せしたいっていう思いがいっぱいだもんだから、うん、もう本当にあの喜んでお迎えさせていただいて、うん、見ていただいて、うん、で味も見ていただいて、そうなんです、美味しいですよ、あの白醤油とかもね、ちゃんとあのこの色をね透き通らせて見せていただいたりとかもできて、ぜひあの見てください、これ味と心のホームページからもね、はい、このありがとうの里工場のお話も出てきますし、はい、申し込んでいただければと思います。